白山社は、長野県飯田市の風越山に所在する神社。旧社閣は、県社である。718年9月9日に、越前朝乙の大長大使が、加賀の白山神社から誕生した。白山の主源社、いわゆる山伏によって伝播したとも考えられている。白山社は風、越山の飯田市側のほぼ全域を占める広大な、地域にわたり、 白山本社と称される山頂の奥の宮と東山六の里宮に分かれる。また、飯田市白山町には要廃所がある。明治時代初期までは、神仏融合の寺社であり、白山田衣大理大権元と、別当天大宗の岩戸山白山寺からなり、御朱印十国を得ていたが、1869年の廃仏希釈により、白山寺は廃寺となった。白山社は、 古くから在京の武将の信仰を集め、白山寺木によれば、1182年から1183年に、源義仲が挙兵にあたって、戦勝祈願を行っている。1187年から1592年から1593年頃に、かけては、坂西氏をはじめ歴代の飯田城氏は、神社保護の政策を掲げて、土地の寄進や社伝等の造営や再興を支援した。 1934年10月4日、県社に昇格した。1790年に自社奉行に提出された白山寺寺領絵図には、里宮の二王門の内側に、本寺堂、寺仏堂、書院などを備えた白山寺が描かれている。裏門から奥の宮に至る道沿いには、峰薬師堂と五十堂、不動堂と三重堂、石道路国蔵堂、八立木、八渡社、鳥居、 明号石が連なり、山頂の奥の宮には、神流門、江馬堂、休み所、友所、白山本社、諏訪宮、稲荷堂がある。さらに奥の院に、奥院、犬頻堂、商社などが描かれており、矢立寺より上を神の領域、国造堂より下を、仏つの領域とされていたことが見受けられる。廃物希釈により、現在里宮に残る建造物は多くないが、 本殿、拝殿、根下殿、薬師堂、絵馬堂、随心門等が境内に残る。随心門1985年11月20日に、飯田市有形文化財指定を受け、1828年再建と推定されている間口7メートル、奥行き4メートル、高さ11メートルの総計屋き造り、入も屋造り、等破布を持つ三権老門。白山寺の道具の多くは、 敗物希釈により壊されたが急に王門が随身門として残された。東派府をつけた上層に、飯田藩十一代藩主、堀近義が1858年に封見した、緑東角の変額がかかる。新門の両脇には、左向かってに、野大臣、右に、左大臣が建て祀られ、上層には、天神や魚に乗った人、麒麟、象、松に鶴など、 通路天井部分には十二支が刻まれている。拝殿1733年根流の白山寺、堂が拝殿に転用され残っている。大工闘陵、宮下半助が和洋に禅宗様の技法を取り入れた建物である。本殿本殿は諏訪大社上社本宮の宝殿を移築したものである。国の重要文化財に指定されている奥の宮の 奥社本殿は1509年の建築とされる。奥社は里宮からの山道で標高差900メートルを登った風、越山の標高約1460メートルの平坦地に混流されている。本殿奥社本殿は三軒舎流れ作りり、小ラ吹き、1509年の混流である。室町時代の造営以来、1590年、1926年、 1669年、1688年、1704年、1731年、1806年、1766年、1838年、1901年などに代償補修を受けている。1934年1月30日に国の重要文化財に指定され1925年7月20日から1926年5月31日には、 根本的な修理工事が行われた。1974年には屋根、コケラ吹きの全面吹き替えと、箱胸の銅板包み直しを行い、近年では2004年2005年度に屋根吹き替え、普及した土台、柱根等の木部補修、扉への保存修復などが行われた。平殿、廃殿1731年、享保16年に建立された本殿につながる、建物。 愛久ク領は、北方村の宮下半助である。随身門1775年、安永4年に混流されたと推定される。ありがとうございます。